手間暇かけて作ったのに、なんで売れないんだろうな。菓子メーカーの社長は女性向けを歌った低カロリーのチョコレートを売り出しましたが、売れ行きは今一つ。パッケージのデザインにもこだわったんだけどな。その後アンケート調査をしたところ、ほとんどの回答は量が少し物足りないということでした。こんにちは、中小企業診断士の溝井です。新製品を出すときは素材、味、機能、性能といった製品そのもの、さらには宣伝方法や売り値、販売方法、実にさまざまなことを決めなければなりません。また自社製品、自社のその新製品が他社製品と比べてどのような位置にあるのか、それを明確にするためにポジショニングマップ分析を行って、競合を避ける方策、あるいは他社との違いをどのようにして出していくか、そういったことも検討するわけです。このような時に会社の都合だけを考えてこれらのことを決めたとしたら、果たして新製品は売れるのでしょうか。パナソニックの創業者松下幸之助さんは、新商品の価格を決定する会議の席でこんな言葉を残しています。お客様の立場で考えんといかんな。この言葉にはどんな意味が込められているのでしょうか。昭和49年、当時松下電器が発売したクイントリックスというカラーテレビは、高性能に加えてテレビコマーシャルが評判になったことで大ヒット商品になりました。その翌年の春ごろ、次の新型カラーテレビの試作品の披露が行われました。その席上のことです。製品がええのは分かった。ところでな、君たち、このテレビをいくらで売ろうと考えとるんや。まあ18万円くらいを考えております。ちょうどその時、お茶を配っていた事務員の女性社員が松下さんの前にやってきました。あんた、このテレビ見てどうや。形はええか。いいと思います。あんたな、このテレビあんたが買うんやったらいくらで買うかな。12万円でしょうか。この後、松下幸之助さんは役員たちにこのように語りました。なあ君たち、今の聞いたか。君たちはこれこれこれだけかかりました、ですから18万円ですと言うけど、お客さんは君たちの説明を聞くわけではない。このテレビを見て今のこのように考えるわけや。わかるか。お客様の立場で考えんといかんな。君たちの立場で考えたらいかんな。何でもそうやで。お客様は自社商品と他社商品を比較して購入を決めるものです。その中で選ばれるものは魅力的な商品そのもの、お値打ちな価格、店舗の場所、そういった便利さですね。そしてお客様に届く販売促進策の組み合わせ、そういったものが最適に組み合わされているものなんです。たとえどんなに魅力的な商品であっても、お店の場所が本当に便利ないい立地にあったとしても、そして販売促進がしっかりとなされていたとしても、価格がお客様の感覚とはかけ離れたものになっていたとしたら、お客様は競合品を買ってしまうかもしれませんね。お客様の立場で考えんといかんなというお話。会社の都合だけで決めていないかを顧みる必要がある。私はこんなふうに受け止めました。